海老蔵さんの多重交際が話題になってますが、複数の異性と交際する人間についてどう思いますか。まあ、でも結婚してなくて被害者がいないなら好きにすればいいと思いますけどね。まあね、でもお互いが良ければいいんですけれども、私はやっぱりなんか他になんか結婚してないから他にもやってる人いるんだって言われたらやっぱ辛いな。あ、独占したいんですか。独占っていうか、いやいや、なんか独占したいってことなのかな。そうかもしれない、知れませんね。だって付き合ってて他の人とも付き合ってるって辛くないですか。ひろゆきさん、そんなことないですか。別の子、あ、もうそれってなんか自分のことが嫌いになって他のことに行く、他の人に行くっていうのだときついと思うんですけど、例えば平日僕がすげえ忙しくて臨時しか会えませんっていうので、はい、でなんか寂しがりで、じゃあそのなんか看護師の人で平日だけ休み取れますっていう人といて、そっちが楽しいですっていうんだったら、はい、まあ、それはそれで本人の自由じゃねえっていう感じですね、僕は。そうなんだ。そこに例えばなんか寂しいなとかそういうのないですか。いや、その自分が忙しいから相手できない、なので、いや、自分が暇な時は相手があの付き合えるんだったら別に自分寂しいにならないじゃないですか。なるほどね。うん、まあね、ちょっと私は嫌だな。いや、もう嫌だなっていうとこしかないな、うん、あ、自分だけを好きでいてほしい。そうですね、そう思いますよ。まあ、まあ、でも多分一般的にはそんな感じなんじゃないかなと思いますけど。そうですか。最近小林真弥さんが海老蔵さんのとんでもない暴露を始めましたが、お二人どう思われますか。自身の父親と縁を切って再婚したら海老蔵さんに襲われたと言い出して理解ができません。いやー、なんかそのなんか証拠がお互いに出せないものをネット上でダーダー言うのは僕はどうかなと思うんですよね。なんか思うことがあるのであれば、あの裁判で決着をつけていただいて、なんか決着がついた状態でこうでしたって言ってくれれば、あ、そういうことなのねって分かるんですけど、なんかその確証のないことを、例えばその死んだ人がこういうことを言ってたよって、あのもう本当かどうかを調べようがないじゃないですか。そうですね、そうですね。だからなんかもう言いたい放題になっちゃうんで、なんかそれやりだしたらきりなくねっていうのがあって、うん、なのでなんかあんまりそのなんか死んだ人がこう言ってた系とか、あの確認ができない事項を出した言い争いはいかがなものかなと僕は思ってるんですけど。そうですね。やっぱりあの、まあ僕は本当にとにかく小林真弥さんの幸せ、ご自身の幸せをやっぱり大切にしてほしいなと本当に思いましたね。このやっぱり一例を見て、しっかり自分を大切にしてほしいなっていうふうに思いましたね。いや、なんかその小林真弥さんが一人であればあの好きにやってるんだなと思うんですけど、うん、なんかあの小林真弥さんがそういうことをやることで生活の種になる人が見えてしまうのがあんまり好きじゃなくて、小学生 YouTuber とかもそうなんですけど、なんかやらかして炎上して、うん、でその裏でそこで食ってる家族がいるみたいなのが見え隠れしてるから、うん、なんかいまいちそういうのがどうかなと思っちゃうんですよね。うん、わかります。要はやらかしたことでそのお金になって、でそれでこうなんか幸せになるバックにいる人たちがいて、その人たちのためになんかやらかし続けなければならないっていう、そういうキャラクターになっている可能性もあるんじゃないかなと思って。もしくはでもやっぱりその幸せっていうのは経済的な面だけじゃないですか。そうじゃなく本当に本質的な前を向ける生きていく、この経済的だけじゃなく本当に心の幸せみたいなものはやっぱり自分にしか守れないものだと思うので、そこはもっと自分を大切になんかしていただきたいなっていうのは思ったりはします。だからなんかそのメディアに出て他人にどうこう言うとかじゃなくて、全然違うことをやり続けて、なんかまあ人前に出るというのも別にやらなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、エッセイを書くとか。そうですね。小林真弥さん、何かと話題ですが、真弥さんは自分らしくいるのか誰かに依存しているのかどちらだと思いますか。自分らしいとは何ぞや。それこそわからないじゃないですか、やっぱり僕たちが、うん、あれは自分らしくないと思うよなんて言えないじゃないですか、わからないことなので、うん、本当にそれも踏まえてさっきの回答とちょっと被るんですけれども、とにかく自分を大切にしてほしいなというか、それはやっぱり重ねて なるんですけど思いますね。いや、なんか農業とかやればいいのになと思います。農業。今日の対談内容のまとめです。夫が複数他の女性と付き合ってても妻が何も思わなければそれで臨場の主婦
夫婦間の問題は夫婦でしか分かりませんので、もう亡くなった人を証拠もなしに憶測で、今はどうかと思います。歌舞伎役者の人って何かといろいろありますよね。大変なお仕事です。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。